こっち。いてててて。いや、バンだったのからって言ってないよ。うん、普通はそうや。言ってないよ、そんなこと。リスナーからストップされちゃったんでってたんだよ。それもちゃんとあるわ。ちなみにさ、こうきちゃんから誘ってくれたじゃん、東京来るよって。そうだよ。てかうちらずっと同時配信してたよ。別に前の枠だけじゃなくてどっちも同時配信してたしさ、そもそもね、同時配信ずっと最初から最後までしてて、なんでそこまで言われなきゃいけないの。しかもなんかそのさ、いや確かにこうきちゃんは閲覧すごい持ってるけどさ、じゃあまゆとこうきちゃんがコラボすることによって多少私の閲覧もあったんじゃない。こうきちゃんとまゆっていうセット嬉しいみたいなさ、5000人来てたじゃん。全部こうきちゃんなの。単純にこうきちゃんとまゆちゃん見てみたいって2人のセットさ、もういるのにさ、そこまで言われる、なんかすごい下に見られてる感じする。すごいなんか過疎の配信者って見られてる。ファンタ投げろとかさ、本当だよね、うん、所持金15,000円で、それが意味わからん。だからその枠を譲るって意味もわかんない。だってずっとうちら枠つけてたんだから、なんかいちいちさ、なんか私の閲覧って言ってくるところもさ、なんかうざいよね、うん、そこで私別にいいじゃん、駒井くんナイスやってたし、駒井くんの枠でやろうって言ったって、別にこうきちゃんも、こうきちゃん枠消してって言ってるわけじゃないよ。わかんない、うん、すごいなんか下に見られてるなーって感じた。 LINE だと普通だったんだけどね、うんうんうん、そんなこと言ったらね、まゆがトイレ行くたびミュートにしたりさ、枠に映らなかったりとかさ、そういう時間もあったじゃんね。2、3分の時間あったじゃん、何度か私がトイレ行くたびに。もう何回も やったじゃん、
ミュートで。でも私それ怒んなかったしね。で、携帯いじられるの嫌だよ。携帯いじられたの初めてなんだけど、なし嫌だったけど、ありがとう。あ、えっちゃんありがとう、えっちゃん。なし嫌だったけどさ、まあ、こうきちゃんに、あー、誰か分かったかも。ありがとうございます。ありがとう。誰だろう。ちょっと待ってね、今見ます。ね、匿名さんさ、こうきちゃんとさ、いろいろ揉め事あったじゃん。なんか匿名さんさ、15万貸した？こうきちゃんに。15万貸したのかな。なんでそこまでしてこうきちゃうの。やめた方がいいと思うよ、うん、貸してないのかな、分からんけど、なんかまあそういう噂があったから、ええー、って思って、うん、あ、そうなの。あの人前のこと計算高い女って言ってた。計算高いことはいいことじゃん。全然全然いいよ。いやだから私に関係ないけど、あのひろみさんも私に、私のリスナーさんでもあるからね。だからこうきちゃんになんか私のものみたいに言われてたけど、こうきちゃんがと出会う前から、あのひろみさんって私に投げてくれてたりしてたからね、マジで。ね、ひろみちゃん、その前から私にもね投げてくれてるからね、うん、ね、自分のものみたいなさ。だから私はちょっと心配しちゃうじゃん、うん、大丈夫なのひろみさんって。私、いや、ものとも言ってないけど、他人ではないじゃん、だって。あー、ありがとう、キャリーちゃん。まいちゃん、お疲れ様。ちょっと待ってね。まいちゃん、お疲れ様。落ち着いた、まいちゃん。あー、うん、いいよ、キャリーちゃん。じゃあ、枠終わったら電話する？ LINE するね、キャリーちゃん。うん、なんだろう。じゃあ、こうきちゃんと話そうかな。こうきちゃんと、じゃあ、なんかそれは分かり合いたいじゃん。なんかこうやってハトで話すとお互いに揉めさせてっていうのあるから、うん、負け舌来る分かるって。私は思ったこと言うわ。なんか私のことをすごい下に見てる気がして不快ですって、うん、でもやもやしてたらだってイライラするじゃん。私今整形鬱なんだけど、今電話というこっちの端末だし、多分あれ愛子さんとコラボするんでしょ。別にいいじゃん、整形だってしたっていいじゃん、うん、だって私だって別に自分のお金で整形してやってんだから、それ文句言われる筋合いないし、わかる？で、ちゃんと LINE Pay でお金も払ってるし、受け取れないって言って受け取らなかったのこうきちゃんじゃん、わかる？わかる？話聞いてみよう。そうだね、なっちゃん、
まあでもさ、いや、こうきちゃんコメントしてき、LINE Pay の後も私にコラボバトル申請してきてくれてたし、コメントもしてくれてたんでね、また遊ぼうねんって。何？佐藤さちゃん踏んでくるって何？今リスワン誰なの？てかなんでさ、こうきちゃんってリスワン取れないの？マジで謎なんだけど、謎なんだけど、マジで。なんか阻止とかもあるけどさ、たくまか、なんかリスワン阻止とかもあるけどさ、取れるよね。今視聴、おすすめ規制ってこと？あー、おすすめ規制なの？そうなんだ、うん、いや、本当におすすめ規制になるとしんどいよね。あー、ありがとう、スペシャルハート、あっちゃん、ありがとう、あっちゃん。え、だから視聴者規制っておすすめ規制でしょ？視聴者規制ってさ、視聴者数規制の中に出てこないってこと？ダブルか、しんどいね。え、でもさ、ダブルでも閲覧あるからすごくない？え、だって今日の朝見たけど、800人ぐらいいたような気がする。700人とか。え、すごいね。うん。すごいね。私は毎日毎回毎日のおいしい、そうだよね、ひろみちゃん、ありがとう、ひろみちゃん。そうそうそう、なんかひろみちゃんイコールこうきちゃんのっていうイメージが今強いの、そう。だからひろみちゃん私のほうが先のリスナーだからね、わかる。佐藤さんに実は、うん、今日たくまがリスワン取ると私のおかげになる、わかる。お腹痛いわ、マジで。別に誰でもいいけどさ、いつつつつつつ、揉めたくない言ってた、こうきちゃんが、いや、私だって揉めたくないよ。うん。揉めたくないけど、あ、キャリーちゃん、唐揚げありがとう。ん？え、唐揚げって何？あ、ごめん、唐揚げっていうアイテムあんのかと思った。止まらないアイテムだったっていうから。唐揚げありがとうじゃないか。なんかくれてた、キャリーちゃん。うん、あ、わかる。あれね、ゼリーありがとう。いてててて。ありがとう。まあ、別にリスワンは誰でもいいけどさ、うん、まあ多分こうきちゃん配信するとして明日とかでしょ。じゃあその時に聞こうか、じゃな。うん、うん、まあ別にさ、賢いことはいいことじゃんね、私が計算高いとして、計算高くて賢いっていいことだよ。ありがとう、ゼリー、ありがとう。ひーちゃんもちちちゃんもありがとう。うん、3日同じ服なの分かる？お風呂入ってないの分かる？あ、オムライスありがとう。気をつけて、そう、明日帰ってくる。明日の、夕方について、夕方から多分日本から配信すると思う。うん、私は相沢さんに、あ、待って、キャリーちゃんも揉めてたの、もしかして。ちょっと待ってね、ありがとう、キャリーちゃん、待ってね、キャリーちゃん、私は相沢さんに安全